博多南駅は福岡県春日市城白水八丁目にある西日本旅客鉄道博多南線の駅。JR 西日本管内で最も西に位置する駅である。博多南線は山陽新幹線博多総合車両所への改送線を旅客線化したもので、当駅は博多総合車両所構内の西側にある。 東駅発着の列車は新幹線車両であるが在来線特急扱いになっており、博多駅からの特定特急料金は100円である。博多駅東駅間の運賃200円と合わせ、同区間は新幹線車両でありながら片道300円で乗車できる。築定上にあり、博多方面に向かって左側に単式ホーム一面一線を有する高架駅。 ホームは開業当初は6両分で、後に8両分に延長されたが、現在も16両編成の列車は当駅構内には進入できない。ホームは博多総合車両所内の構内車両基地の生誕の線路に短式一線で設置されており、車両所下り方への入れ替えも可能。改札口はホームの博多寄りにあり、山陽新幹線に合わせ自動改札機が導入されている。 ただし、常時改札は実施されておらず、列車出発時刻の概おおね10分から15分前にならないと入場できない。IC カード乗車計及び EXIC は、期待用である。博多南駅構内に掲示されている時刻表は、インターネット上や乗り換え案内アプリで公開されている時刻表データとは異なり、山陽新幹線直通列車に関しては、 山陽新幹線の行き先を表記している。すなわち、博多駅到着後、小玉、新大阪駅として、山陽新幹線に直通する列車は、博多南駅の時刻表においても、新大阪と表記され、同駅ホームに入線した列車の、側面行き先 LED も、2020年現在では、小玉、と表示される。国鉄分割民営化当時の取り決めの解釈の、相違による、 対立の妥協策で開業から20年間にわたり、駅窓口業務は九州旅客鉄道に委託され、JR 九州博多駅の社員が派遣されていた。現在は JR 西日本の直営駅となっている。委託時代はマルスタンマズを設置した JR 九州旅行博多南支店が設備されていたが、直営化と同じ時期に閉店となった。駅、出入り口は、 駅の西側だけにあり、九州新幹線建設後は、九州新幹線の高架下に位置することになった。博多南駅の事務官コードは、81101である。なお、81で始まる事務官コードは、当駅のみである。2017年度の1日平均乗降人員は15,289人で、ある。近年の一日平均乗降人員は、下表の通り、 カスガ市と中川市の境界付近に位置している。駅とホームはカスガ市に所在するが、駅前の道路を渡った対面側は中川市になる。道路を挟んで向かい側に1階をバスターミナルとした多目的ビルがあり、駅とこのビルは連絡通路で直接結ばれている。周辺は開業当初は比較的完静な住宅街であったが、その後は住宅、マンション、 商業施設などの建設が急速に進んだ。博多南駅前土地区画整理事業により、整然と区画される。駅前にはロータリーがありその周囲を駅ビルと高層マンションが取り囲んでいる。マンションの1階2階はテナントが複数入居しており、ロータリー内には医療ビルも建設された。駅と駅ビルを結ぶ歩道橋が 春日市と中川市の市境付近となっている。駅の出口は中川市の方面にしかなく、春日市方面へは大きく迂回を必要とする。よって、マンションやアパートは駅ができてから増えた。ありがとうございます。